るのもいいでしょう。小海線は1935年昭和10年に全線が開通し、高原のトンネルと呼ばれる新一種の蒸気機関車が走っていました。現在ではディーゼル列車やモーターと運転不利用のハイブリッド列車に取って代わっています。今は700メートル以上の高原が走っていますので、よければ列車が見えるように。面白い。こりゃいいや。よくできてるわ。はい、ありがとう。